はい、どうも、とあるです。ではですね、民法総則に関して重要な事項をですね、ざっと確認していこうと思います。それではこちら条文があるんですけれども、できればですね、条文も開けてですね、聞いてください。で、今回のこの動画なんですけれども、まあ、最終確認ということでですね、知識面に関して話していくんですけれども、おそらくはこの動画を見ることによってですね、まずはそのこの試験で要求されている重要事項ですね、それがざっとわかるということとですね、あとはですね、まあ、条文に対してどういうふうに線引いたらいいんですかだったりとか、何をこう書くんですかとか、なんかそういうところに関して疑問を持っている方もいると思うんですよね。なんで、まあそういう方は特にですね、この動画を見るとですね、あ、こういうところに注目をして勉強したらいいんだってことが分かってきますので、よかったら最後までご視聴ください。はい、で、まあやっていきますけれども、まあ条文ありまして、まあ1章2章とかはですね、軽く読むぐらいでいいと思います。で、この軽く読むっていうのも一応しっかりこう、まあ読むんですけれども、まあその読むっていうことですね。はい、読んでください。で、まあ、読んでくる、だんだんこの法律の言葉遣いにも慣れていきます。やはりその法律の勉強ってものは英語の勉強と一緒であって、あの英語の勉強するときには、まずいきなり長文って読まないわけですよね。ある程度はまずは英単語を覚えていくとか、文法を勉強するとかということをしていって、それでまあそういうふうな英語の基礎ですかね。そこの箇所を身につけていった上でですね、文章を読んでいくんですよね。で、その英文に関してもいきなりこう読みませんから、だんだん文章量を長くしていって、だんだんできていきましょう。っていう風にだんだんレベルアップしていくんですよね。なんかまあそういう風なイメージが、あの法律も一緒なんですよ。だから法律っていう風なこの学問ってものが日本語って思ったら、これはですね、ちょっと違うんですよね。まあ、日本語だからいけるだろうということでは全くなくて、例えばですけども、同じ日本語でも古文と現代文って全く意味が変わってきますよね。今のこの現代人が同じ日本語なんですけれども、古文すら読めるかっていうと読めないと思うんですよ。同じような感じなんですよね。だから皆さん、これから全く英語ですね、英語に対してやっていくということは、英語特有のこの作法だったりとか、まあ、表現方法様々ありますから、そういうことを一個一個頑張って勉強していくことですよね。なんで、まあ、その法律の言葉遣いは少し難しいことあるんですけれども、ただですね、頑張ってやっていけばなんとかなりますので、まあ気長にですね。ただまあ今年ですね、試験を受ける方はですね、とにかく知識をですね、一個でも多く入れること、これ非常に重要ですので、知識をグッと入れることですね、それを意識してですね、やっていきましょう。ちょっとやっていきますけども、3条ですね、第3条ということで、まずこれですよね、試験の教諭は出生に始まるってことですね。で、こういうのが線引くんですよね。で、まあなぜ線引くかと言いますと、端的に言うと、過去問で出たことがあるからとかですね、何かこう問題を解いていて、過去問とかを解いていて、それで、まあ過去問は基本的には、条文と判例で問われてくるわけですので、なんで該当する条文に関してこう線を引くとかですかね、ということをしておくと。で、その上でこの条文に関してですけれども、停止条件っていうような考え方が取られていますよね。なんでそれをこうメモっとくんですよね。メモでこう書いておきますと、まあいいかなと思うんですよ。そうすると3条の条文見た時に、あ、この条文っていうのは過去問出たんだってことが分かる上に、そこに関する知識としては停止条件だってことがこう分かってくると思うんですよ。なんで、まあそういう風に条文をベースとして過去問で学んだことをこう集約化していくみたいな、なんかそういうようなイメージがあるといいですね。で、最終的にはですね、これ僕もそうだったんですけれども、実際その試験にはですね、僕はその2冊持っていきまして、1冊目がですね、六法ですね、ミヤム六法っていう、まあちっちゃい六法ですけど、あの六法にもう全部書いたんで、六法とっていうことと、あともう一個が一般知識のすっごい薄い本を僕買ったんですけど、めちゃくちゃ薄くて、これくらいの本当に薄い本があってですね、その2冊持っていきました。で、あとの直前に見直そうってところに関しては、テキスト持っていくとやっぱりあれもこれもって気になっちゃうので、本当にいるところだけ iPhone でこう写メを撮って持っていくようにしてましたね。いろんなものがあるとそれで不安になっちゃいますので、その直前ってのは本当に自分ができるできるっていう風な、そういうような気持ちになること、これ重要ですので、日頃も見慣れてるところですね、そこだけは持っていた方がいいかなとは思いますね。ってことで、まあ停止条件説ですよと。ってことで、まあ停止条件っていう考え方が取られていますよね。で、まあ、これがどういう考え方かと言いますと、胎児っていうのはですね、これは実際に出生することをもって、あの時権利能力があったんだっていうふうにこう遡って、権利を取得するというふうな考え方となっていますよね。従いまして、この、まあ、権利を取得する前ですよね、この出生前。出生前の時においてはですね、それは母はこの子供このことを代理してですね、なんかその和解とかですかね、ってことをすることはできないという過去もありましたよね。なので、そこの箇所は一応思い出しておいてください。ってのが3条。で、次に3条の2とかありまして、一応無効だなというぐらいですよね。意思能力ないときは無効なんだってとこも軽く見ておくぐらいで OK です。で、次5条行きまして、第5条ぐらいからしっかり見た方がいいですよね。
未成年者の法律行為とあります。で、一応この動画に関してはですね、ある程度基本事項がもう終わっているっていう前提で進めていきますので、あまりまあ細かいところといいますか、基本的なところに関してはさっと割愛していくんですけれども、まあ未成年者の法律行為に関してですね、に関しては同意が必要となっていましたね。ただこの未成年者の法律行為に関しては原則同意必要なんですけれども、同意が不要みたいな、同意がなくてもいいですよみたいな、そういうふうな法律行為も多々あったわけですよね。それが例えば五条の正しとあるわけですけど、その例外的に同意がなくてもいいですよっていうふうな法律行為がこれと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 これみたいな感じでしっかりとこう覚えることがあるかどうかですよね。これ記憶ですけれども、原則例外に関して、例外事項に関してはこれ頭にさっと入れるべきなんですけれども、要するに未成年者が法律行為、法律行為とはいわゆるは契約ですよね、契約っていう契約をするには、その法定代理人、つまりは親の同意が必要っていうのが原則ではあると。で、まあ、この同意に反した場合に関してはですけど、5条2項に書かれていますが、前項の規定に反する法律行為はこれ取り消すことができるんですよね、ってなっているんですけど、これが原則論なんですが、例外的にですね、同意を得なくてもいいですよっていうような法律行為が、まあ5点ぐらいですかね、スラスラ出てくるといいんですけれども、まず1つ目、5条の正し書きということで、単に権利を得または義務を免れる法律行為に関しては別にいいですよとなってますね。単に権利をもらう、お金もらうみたいなってことだったりとか、あるいは義務を免れるよと、というふうな貸したお金に関してもういいよみたいな、なんかそういうふうなことに関しては例外1つ目で、2つ目が5条3項ですけども、目的を定めて処分を許した財産だったりとか、3項とありまして、目的を定めないで処分を許した財産とかっていうのが3点目でして、で4点目に関しては6条とありますけれども、営業の許可ですよね。まあ、営業に関してですね、営業に関してが6条で、まあ、若干飛ぶんですけども、21条ぐらいにもう一個ありますよね。21条ないですね。これですね。はい、21条。21条にあるんですけれども、詐術ですね、に関しても例外とありましたよね。というふうに例外5点しっかり頭に入っている方、これは確認しておいた方がいいですよね。で、かつ詐術に関しては、これ、記述もかなり怪しいですから、詐術に関する意味ですね。まあ、本当にもう記述式って、やっぱり今、配点がすごいでかいので怖いとこあるんですけれども、ある程度しっかりと基本事項を勉強していくと、そのどこかから絶対出てくるんですよ。毎年一応僕の講義見ている方からすると、3問とも僕言ったことが出てるんですよね。で、なんでこれなんでかっていうと、別にそれは記述予想ってこともまあしていきますけれども、基本事項からしか出ないんですよ。過去15年間を見ていますと。で、なんで基本事項、民法行政法に関して、これは基本ですよっていうところをしっかり勉強していれば、もちろんこの基本っていうのは簡単ってわけではなくてですね、法律を勉強するんだったらここはしっかり勉強しておこうねっていう風な部分で大体決まっているので、そこの箇所です。決して簡単ってわけではなく難しいんですけれども、まあ基本事項ということですね、この法律の学問で言うと、というところをしっかり勉強しておくと、そこからしか出ないわけなんですよね。で、それがまあ何かってこといろいろあるんですけれども、例えばこの詐術ってどういう意味ですかみたいなことなんですよね。言葉の意味です。例えば英語で言うと英単語の意味を書かされているんですよ。そういうことなんですよ。っていうのが出てきますと、なんでこの詐術ってどういう意味ですかだったりとか、ここに関連する話ですよね。詐術ってまあどういう意味ですかと。で、ここに関連話としましては、黙秘ですよね。黙秘。黙秘のケースがどうだったかなんですよ。で、黙秘のケースに関しては、単純な黙秘は詐術には該当しないですよね。該当しないんだけれども、黙秘プラスアルファ、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたって言えるときは、詐術に該当しうるってなるわけですよ。っていうふうな、この、例外含めてしっかり知識が入っていれば、今の例外ですよね。他の言動などと相まってってこのフレーズ。このフレーズが書ければもう受かるんですよね。っていうことです。なんで、結局、給付け点数取るために何をすべきかってことですね、しっかりと具体化してイメージしておくとできてきますので、しっかり人間はこういうイメージですね。イメージできたことしか行動できないわけですから、逆に言うと、しっかりとそういうイメージを固めていくってことは、これ非常に大事というふうに思います。ということで、この詐術に関してはしっかりとですね、定義含めて覚えておいた方が良いですね。で、こういうふうにこの条文にですね、詐術に関する定義って書いてませんよね。なので、こういうふうに条文があった時に、この詐術のその近くにですね、近くに、他の言動相まって、誤信させっていうこのフレーズを書いておくんですよ。っていうことを条文にこうメモっていくと、条文見るだけで全部がパッとわかりますよね。なので、そういうことを六法に書き込んでいきましょうということですね。はい。ってことでちょっと戻っていくんですけども、一応これが未成年者に関する事項ですので、今の話を聞いて分かったということがですね、全体
的にあればそれで良いと思います。一応この、まあ、5条3項にありますけれども、目的を定めてとか、目的を定めないでとかありますけどね、ここの箇所に関しても具体例ありましたよね。はい、ということで目的を定めたっていうケースに関してはお使いってことでありましたよね。で、目的を定めないに関してはお小遣いってありましたよね。というふうにこう条文勉強する中で各条文の具体例ですよ、そこの箇所もしっかり頭に入れておくとさらに良いと思います、っていうのが5条でした。で、7条からなんですけれども、公権補佐補助とありまして、まあ、ここの箇所ってすごい苦手だっていうふうになってる方めちゃくちゃ多い印象あるんですけれども、正直出てくるところとか出てくる角度ってもう完全に決まっていて、そこまで量多くないんですよ。なんでもこれも覚えちゃいましょう。で、まず7条とありまして、公権なんですけれども、公権は状況ですよね。うん、そういうふうな自理免疫能力ってものを書いている状況ですよっていう人に対してですね。で、誰が請求できるかです。公権補佐補助っていうものはですね、当然なるってわけではなくて、審判をお願いするんですよ。家庭裁判所に対して、この人は、例えば認知症が進んでいますよとか、ということで、判断能力が若干低下していますと。だから、このままだったら、悪い人に騙されちゃうと。騙されて契約を締結しちゃって、土地とか財産持ってかれちゃうみたいな。っていうことを防ぐために、そういう法律行為を勝手にさせないというために、同意がないとできないっていうふうに制限かけていきたいんですよね。ということで、家庭裁判所に対して、この人は判断能力が低下していますということをチェックしてくださいというふうなお願いをまずはしまして、これを審判と言いますけども、まずは家庭裁判所に対してチェックしてくださいというふうに審判お願いをする。で、それで審判がしっかりこう降りると言いますか、それが通っていくと晴れてというか、まあその審判が通ったことによって、それで公権とか補佐とか補助がつくんですよね。で、それがつくと一定の法律行為に関してはできなくなったりとか、同意が必要とかなるわけですよ。この流れはまず押さえておきましょう。勉強するときは絶対に全体像からまず入れるんですよ。細かい知識は最初どうでもよくて、まずは全体的にこうなんだってことをまず理解していった上に、じゃあこの審判ってどうかなとか、その審判後ってどうかなとかっていうふうに細部をこう詰めていくんですよね。っていうふうにまずこの、一番最初から知識とか細部から行こうとしちゃうと知識入りにくいんですよね。そうじゃなくて、まずは全体像。全体的にこういうことを勉強するんだなってことを分かった上で細かいところを詰めていくってことをすると、まあいいですので、その中によかったらやっていきましょう。ってことで、まずは公権開始からいきますけれども、審判。じゃあ、審判って誰ができるんですか?なんですけど、審判は本人とか配偶者とかこっち、検察官もすることができまして、まあそこの箇所を特に注意しておいてください。この黄色の蛍光ペンというか、まあつけてますけども、これは黄色の蛍光ペンのところだけ覚えたらいいってわけではなくて、この黄色の蛍光ペンのとこはもう絶対に外せませんと。だからこの黄色蛍光の中でもし漏れてるところがあるならば、それはですね、本当にすごいしっかり早くですね、しっかり知識補充しておくべきところですので、早め早めですね、知識は補充しておいた方がいいです。で、この黄色蛍光のところがしっかり頭に入っていた上で、黄色以外のところを見ていくんですよね。例えば7条に関しては今回本人、配偶者、検察官だけ線引いてますけど、じゃあそこだけ覚えたらいいかっていうと、そういうわけではなくて、まずはそこの箇所はしっかり覚えましょう。で、それを覚えていった上で、その次の四審等ないとか未成年後見人とかというふうに知識を広げていくんですよ。知識は広げていきましょう。まずはここが絶対大事っていうところをしっかり見ていった上で、徐々に知識は広げていく。最初から全部これは厳しい。なので、まずは知識はここが絶対大事っていう、このここっていうところをまず押さえていった上で、知識はだんだん広げていくようにしてくださいっていう感じです。はい、っていうのが7条でして、次9条ですよね。公権が実際審判と、この人公権つけてください、チェックしてくださいというふうにお願いをしまして、で、それがあって実際その公権つきましたってなってからどうかというと、9条ですね。9条、成年非公権